1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。少し2コースが遅れた体型になりました。さあここは1コースから1番の鈴木は逃げる展開、まくりに来ますが3番岸本は届きません。真ん中バッテ続いたのは4番の勝野、後ろの方ちょっともつれて2番の木下は最後方大きく後退です。スタートは前提正常でした。2番テラス横に広がって内から伸びてきたのは6番の荒木。さあ外に並んできまして、ここは2幕6番荒木が先に丸待って差し返す4番の勝野がかわします。2番で4番の勝野ホームストレッチでは2で新リードを取りまして、レースは2周目。一方3番では6番の荒木、アウトコースに3番の岸本が並んでいます。さあもう1回内をついて2番で差を詰めてきた6番の荒木ですが、2周1幕このアタックは4番の勝野をかわす、そして差してきたのが3番の岸本。3番では接戦続く展開です。インコースに3番の岸本、アウトコースに6番の荒木、これから2周2幕の旋回、今度は内側2番手伺うのは3番の岸本ですが、4番勝野はかわします。そして6番の荒木は差し返して3番手、ここで3番手大きく抜け出してきました。これから最終周回、離れました3番の岸本、3、4番手差は4手進、そして2番手もう1回伸びてきました、内から6番の荒木。さあ荒木が内から競りかけていきましたが、なんとかしのぐ4番の勝野、それでも差は1手進、まだ2番手争いは接戦模様。6番の荒木が追い詰めて今度は外に持ち出す展開になりました。先頭は1番の鈴木が独走で最終ターンマークです。2番手は4番勝野、おっと後方ここで6番の荒木にアクシデント、最終ターンマークを待って3番岸本が3番手、先頭は1番鈴木五輪、4番勝野五輪、3番岸本五輪、5番栗原五輪、2番木下五輪、なお6番の荒木は転覆のため失格、6番の荒木は転覆のため失格でございます。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。うち3艇がコースアウトになりました。インコースからは1号艇三浦、2コースは2号艇西岡、1マークは陰線から1号艇の三浦が逃げていきます。外に切っていくのが5号艇の前田、内からは2番3番6番相次いで旋回しますが、さあここは高額1号艇の三浦がわずかに押し切っています。スリットラでは1艇進半リードを取りました。スタートは前提正常、外迫る5号艇の前田、内からは3号艇の岩崎あるいは6号艇中澤、1周2マークですが2番タラスイは外から5号艇の前田が握っていきまして2番手に浮上です。上位体制は1番5番で直線コース、その後ろ内側から3号艇の岩崎現在3番手、上位は現在1号3となって2周目第1ターンマークに向かっていきます。先頭1号艇の三浦、2番手は5号艇の前田、内側から迫る3号艇の岩崎ですが、ここは5番の前田がかわしていきます。上位体制は1番5番3番その後方は定間は2、3停進で2番の西岡4番手、後ろは6番の中澤5番手、最後方4番の大滝となっています。先頭から1号3の体型で確定の定間少し開いてきました。レースは2周2マーク、3番手から前を追っていく3号艇の岩崎ですが、ここは5号艇の前田が2番手をキープしています。上位は変わらず1号3、4番手から2号艇の西岡が接近しまして、前3号艇岩崎との定間2停進まで詰めてのラスト1周です。しかし前2艇は抜け出して1号艇の三浦入り、5号艇の前田崎、3周第1ターンマークを旋回、最後のバック側へと移っていきます。3番手3号艇の岩崎、2号艇の西岡ですが、少しここはもたついて後方まで下がっていきます。体勢の方は変わらず1号3でラストコーナーに向かっていきます。先頭1号艇の三浦入り、そして2番手は5号艇前田崎、3番手3号艇の岩崎吉見で、上位3艇1号3でラストコーナー旋回、直線コースへと帰ってきました。10レースの準優勝戦まもなくゴールです。先頭1番の三浦ゴールイン、2着は5番の前田、3着3番の岩崎ゴールイン、その後ろは6番の中澤が4番手、5番手は4番の大滝ゴールしています。そして2号艇西岡ですが、3周バックスレッジ現在は止まっています。ファンの皆様にお知らせいたします。このレース2号艇の西岡選手はエースと失格となりました。2番の西岡選手は失格となりました。以上、第10レースの準優勝戦でした。1、2、3、ダッシュが4、5、6です。
レーススタートしていきました。3番の石綿がへさきを覗かせて、まずは1周1マークです。その3番の石綿はまくり差しを狙っていく旋回、バックへと抜けていきましたが、さあ先頭は1番の豊田、1番の豊田です。3番の石綿惜しくも2番手、そして5番の高倉と外目続いています。なお2番の太田がちょっとつまずく中、4番吉田が引っかかって、6番の春園はどうでしょうか、競争続行できるか、あ、復帰した模様です。さあ先頭から1番の豊田クリア、3番の石綿が追走、5番の高倉と戻ってまいりました。スタートは前提正常でした。2周目に入っています。1番3番5番の体勢で、あとは離され2番の太田、4番の吉田、最後方6番の春園です。1マークを先頭から1号艇、3号艇、5号艇と回ってバック側へと抜けていきました。先頭は1番の豊田健志郎、そしてちょっと余裕がなさそうな豊田に対し、3番の石綿が依然離されておりません。さあ僅差追走続いています。6番の春園も2周目入りました。さあ第2ターンマークは1番の豊田に対し、3番の石綿がここから追いつけるかどうか。3番石綿来ていますが、1番豊田が踏ん張っています。レースは最終周回へと移っていきました。先頭と2番との定間が2停身から3停身です。 1,3,5 の体勢続いています。最後の1マーク、3番の石綿差し込みに行きますけれども、1番の豊田トップ揺るがず、そしてじわっとリードを広げていまして、1番3番5番の体勢盤石でしょうか。豊田が今回の陰線も逃げ切っていきそうです。3番の石綿は惜しくも2番手、そして5番の高倉の1番3番5番の体勢、後方は2番4番、大きく離され6番の春園です。直線コースへと各選手が向いてまいりました。まもなくゴールの第1レース、まずは先頭1番豊田逃げてトップでゴールイン、3番の石綿ゴールイン、5番の高倉ゴールインです。そして後続勢、2番の太田がゴールイン、4番の吉田もゴールインです。ちょっと初手の攻防展開悪かったでしょうか。6番の春園浩太レースしておりまして、現在最後のターンマークを旋回しゴールを懸命に目指しているところです。その6番の春園直線へと折り返してまいりました。さあゴール間に合うかどうかというところですが、6番の春園です。ゴール線は通過しておりますが少々お待ちください。なお6番の春園はアクシデントといいますか、ここは時間切れの失格となってしまいました。以上第1レース一般戦繰り返します。6番の春園時間切れ失格です。G1 ウェイキーカップ最終日の競争は一般戦の第7レースが始まっています。なおこの競争5号艇で出場予定しておりましたが、春園浩太全レース負傷のため欠場となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇の藤田浩スタート、5号艇の岡部もいいスタートを切っています。逃げ体勢1号艇の小島、サス2号艇清水にまくり出した4号艇藤田、内から3号艇の佐々木、外は5号艇岡部も、先頭争いは2号艇の清水、内から5号艇岡部、この2艇の争いに3番手争いは6号艇茶谷、外3号艇佐々木と4号艇藤田、1号艇小島はその外追走、スタート正常です。先前5号艇の岡部、2号艇の清水が切り込んで外を握った3号艇佐々木も、5号艇岡部が2艇身から3艇身前単独で先頭です。2番手は2号艇の清水、3番手外から6号艇茶谷、内からは4号艇藤田、差がなくその外3号艇の佐々木でこれから2周1マークです。5号艇の岡部先頭、内から4号艇藤田が先前、差し返し図る6号艇茶谷、間は2号艇清水、2番手争いが混戦です。6号艇の茶谷に外は4号艇藤田がぴったり並んで、最内からは2号艇清水、3艇が2番手争いです。先頭はこの間に独走です。5号艇岡部隆、2番手2号艇清水に2
った4号艇の藤田、内から6号艇茶谷が切り込んでいきます。2番手は外4号艇藤田俊介、内からは6号艇茶谷、この2艇の争いに一艇審査、2号艇清水は4番手、これから最終周回です。抜けている5号艇岡部隆が先頭、2番手混戦、4号艇の藤田に内から6号艇の茶谷、最内引いて切り込むのは2号艇の清水です。2番手争いは4号艇の藤田、内からは2号艇の清水、間6号艇茶谷も一艇審前に出ているのは4号艇藤田で、これから最終ターンマークです。先頭は5号艇の岡部隆、2番手は4号艇の藤田が先前、2号艇の清水にアクシデントか、6号艇茶谷切り込んで2番手は4号艇の藤田、上位体系は5番4番6番、先頭5番岡部が5輪、2番手4番藤田が5輪、3番手6番茶谷で5輪、3番佐々木4番手、1番小島が5塁、なお2号艇の清水にアクシデントです。なお2番清水敦貴落水のため失格、なお2番の清水敦貴は落水のため失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。わずかにインコース3コース5コース1号艇3号艇5号艇この3艇コースアウト1マークです。逃げる1号艇小原に刺す2号艇中村まくる3号艇牧山確定無向上名と移っていきます。先頭1号艇小原、2番手3号艇牧山が追走、後方アクシデントとなっています。なおスタートは正常、スタートは正常となっています。レースは1周2マークからホーム側です。後方アクシデントとなっています。確定1周2マークからホーム側へと移っています。現在1番3番5番6番が構想となっています。なお後方アクシデントとなっています。お知らせいたします。2号艇中村ヒューが妨害失格、2号艇中村ヒューが妨害失格、4号艇藤原千治転覆失格となっています。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。1コースと3コース常積と土山がわずか覗いています。磯地マークに向かっていく、逃げていく1号艇常積、まくりに来た3号艇の土山が覗くか、1号艇は流れてしまって打ち上げて4号艇2号艇と飛び込んでくる、バック側に入りましてトップ争い混戦、スルスルと上がってきたのは4号艇上平慎治、アウトから2番3番すぐ後ろには5番も控えています。スタートは正常でした。4号艇がコーナー先取っていく、追っつけてきた5号艇をかわすように回った2号艇、さあ後ろでアクセント発生です。先頭は4号艇の上平、2番手は2号艇藤田、この2艇が抜け出して3番手は3号艇土山雄生、そして4番手から詰めるのは5号艇橋本、これから2周の1マーク、トップで4号艇上平、2番手は2号艇藤田、そして3号艇は3番手旋回でバック側に入りました。お知らせいたします。6号艇後藤隼人は1周の2マークでアクセント失格となってしまいました。